ですが、アジアで日本だけが、ほぼ日本だけっつっていいんですけど、植民地にならなかった。そう、植民地にならなかったのはなぜかって言ったら軍事力が強かったから。あの、ね、そのついに御前会議でね、あの、はい、日露戦争を開戦するというわけで、もうね、明治大帝はね、もう最後まで嫌だったんですけど、そう、ね、もう家臣たちがもう決めて、もうね、やりますっていう状態なので、もう決議通りで良いと、そうです、ね、いう感じでいくんですが、もう伊藤もね、もう最後まで反対していた派なんですけどね。もう大体伊藤、だからこの太平洋戦争の致命的なところはどうやって終わらせるかを誰も、そうそう、その、ね、絵を描いてなかったっていうね、もう致命的です。日露戦争のいいところは終わらせることを考えていたってことですよね。まあそうですね、話が逸れちゃってね。だけど歴史はね、そういうふうにこう複雑にこう絡み合って、全体の大きな流れの中で小さい事件がこう次々と起こっていくと面白いですね。でまた興味があったら脱線するのもまた楽しみだよね。そう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 、はい、というわけでこの日英同盟が生まれたのはね、もうその日露戦争が始まる四半世紀も前から実は天祐が起こっていたという例としてね、ありました。では次のページ。だからあのウィルヘルム2世の日本に銅像を建てんでいかんのだ。あなたがこんなにポンコツ政策をしてくれたから。もうせっかくビスマルクが作った帝国も、あのビルヘルム2世が滅ぼしますからね。そう。だからもうちょっとね、あの老下な、ね、あの政治家の指示を受けて、どうせもうご老体だったんだから、そう、あの人が死ぬまではちゃんと勉強してやればよかったんですけどね。まあ、だけどそれが若気の至りでね、そう、まだ29歳だとそういうことわからんかなっていう、ね、わからんですね、はい、実はね、彼ね、分娩麻痺といって、生まれる時に産道で圧迫されて神経が麻痺して、あ、なるほど、左が動かなかったんですよ。あ、なるほど。実は私が分娩麻痺で、なるほど、右手が動かないんですよ。あ、なるほど。だからビルヘルム2世と私はね、同じ分娩麻痺というわけで、共通点が右手と左手って違うんですけどね。ああ、先生の頭が大きいからじゃないですか。あれね、あの、猿まではね、女性のお尻の穴が頭よりかちっちゃいんですよ。ほうほう。だから猿の、お産っていうのはね、シュッと出ちゃうんですよ。ほうほう。だから猿は立てないんですよ。立つと落ちちゃうんですよ、妊娠中に。だからこう張ってなきゃいけない。ところが人間は立つようになったでしょ。立つのが上等になると、あれ、胎児は頭が下ですが、頭が女性の骨の穴よりかちょっと大きそうかなって。それでだと妊婦が歩ける。で、人間の頭をもうちょっと大きくすればいいけど、ギリギリなんです。ほうほうほう。今1回転半なんですよ。ちょうど階段を短足を上げるみたいなもんでね。それで今1回転半だから、大体難産っていうのはね、基本的には頭の大きい人がなるんです。なんかでかかったそうです。あ、そうでしょ。言ってました。そう、難産っていうのはね、もう人間が抱えている宿命的な問題なんです。実は非常に難しいんですね。頭は大きくしたい、だけど産道は通んなきゃいけない、骨は通んなきゃいけない、引っかかるからこう一回転半して出すんですけど、非常に難しくて今もうギリギリです。だからまあ、人間がこれ以上進化するとしたら、あの、人間の頭を小さくするか、骨を一回外してこう脱皮みたいな状況にするか、まあ、いろいろ考えられてる。まあ、どうぞどうぞ。だから、はい、ああ、私と同じだね、生まれなんだなと思って、興味を持ってちょっとね、ビルヘルム2世の幼年時代を調べてみると、彼はね、この、あ、左手が動かずに生まれていたことを、母親がね、これをね、コンプレックスに持って嫌がったと。あ、だからね、お前は左手が動かずに生まれていたんだから、だから優秀な成績を残さねばいけないというわけで、もう常に、好成績を子供に要求したし、なるほど、ちょっと成績が悪いともうね、ものすごい怒られたと。なるほど。そうすると人間っていうのは子供の頃からいい成績を親から要求され続けると、こうね、等身大の自分はみんな愛してくれないと。ああ、自分はいい成績を残した自分でなければ親は愛してくれないとなるので、ああ、もう常にこう背伸びをした人間になっちゃう。そうです。なるほど。まあ、その点私の親はね、別にそんなことない、何も気にせずに普通に愛情を注いでくれたので、ああ、私は別にこの右手が動かないことがコンプレックスじゃなかったんで。ああ、なるほど。そのおかげで等身大のまま生活できたので、そこが違うということで。
ビスマルクの母親もそういう母親だったっていうね話聞きますけど、要するに教育ママですよ、徹底的な。ああでもね、 それでビスマルクが小学校の頃痛めつけられて、その後放蕩生活をしてたっていう話は聞いたことは違う。ああそうそうそうなんですよ、そう母親そうだったんですけど、ビスマルクの場合はねそれを跳ねのけるパワーがあったんですね。パワーがあった、そうなんですよ。だからもう母親がね、そういう教育しようとしても、うん、もう跳ねのけて言うこと聞かない、言うこと聞かない、もうそういうパワーだったあの人は。なるほど。だビル・エルミセの場合はこう縮こまっちゃったんですね。なるほど。世の中のお母さんね、あんまり子供にね勉強させようと思っちゃいけませんよ。日本は子供は神の子っつってね、親がとか大人が教育するよりか子供同士で勉強して伸びた方が立派になるっていうのが日本古来の教育の考え方で、本当にそう思いますよ。そう、うん、私なんかまあこの前虎ノ門ニュースで言ったんですけど、大学生でも答案用紙に採点しないんですから、長さだけで決めてきたんですそう、ね、だからまあ子どもの本当に教育っていうのは難しいんで、あまりこの頃こう教育の本が出過ぎてね、東大母親とか言ってやってますけどね、まあまあご本人そういう筆者の方もいるからあんまり悪口言いませんが、あまり厳しいのもどうかなと。そう、はあ、だから彼はそのトラウマで、うん、はあ、とにかく何か実績好成績を上げなければいけないという焦燥感に駆られていた。なるほど、ね、だからどう、あ、もう勝っちゃったのかだからどうしても自分が皇帝になるとビスマルクを超えるような実績を上げたいという欲求を自分で抑えることができなかったと言われてるんですよね。なるほど。だからかわいそうな人ではあります。そうね、うん、まあ、そういうことが多いですね。はい、どうぞ。ということで、このページはね、その、うん、ついに御前会議でね、はい、日露戦争を開戦するというわけで、もうね明治大帝はねもう最後まで嫌だったんですけど、そう、ね、もう家臣たちがもう決めてもうね、やりますっていう状態なので、もう決議通りでよいと、そうですね、いう感じでいくんですが、もう伊藤もねもう最後まで反対していた派なんですけどね。もう大体伊藤博文は負けると思ってた。そうなんですよ。だからもうほとんどロシア軍が日本に上陸してくるだろうと、その時には自分はどうするんだって言ってますもんね。そうですよ、もうね鉄砲担いで、担いで、もう一兵卒で戦うというね覚悟をここでね、述べてますけどね。でその時にもう今これ本当に勝てるのかということで、うんうん、参謀本部長の児玉源太郎にね、はい、聞いたら、はい、五分五分がやっとだと、うん、そこをなんとかもう日夜努力してなんとか六部支部に持っていけないかと考えてる、うん、かなりね悲壮的な、はい、で海軍はちょっとマシで、はい、山本権の兵衛、まあ、大体権兵衛って言いますけど、はい、まあ、本当は権の兵衛なんですけど、日本海軍力の半分には沈んでもらうけど、うん、残りの半分でロシア艦隊を全滅させ る、 なるほど。こっちの方がねまだね見込みがある言い方なんですよね。伊集院新艦とか下瀬火薬なんてのがいつ頃できたのかって、あの頃はもう実用化されてたのかな、ロシアの日本海軍の。僕は技術者だからあれだけど、ロシア黒色火薬で一回ドーンと押すともう煙もうもうで次の弾込められないけど、日本は下津火薬があったからね、そうですね、煙の沈むのが早くて次の弾も早く込められると、まあ、そういうこともあったのかな。訓練も良かったしね。なるほど、海軍の方が少し楽観的だった。まあそりゃそうですよね、ロシアっつったらまあもちろん海上も強いけど、なんすたって陸軍ですからね。そう、あそこは陸軍大国ですからね。それでもね日本連合艦隊の3倍だったんですけどね。ああ海軍のね、海軍ね、海軍はね、それでも3倍です。あこっちはもう10倍近く離れてますからね。あそうですね、ということでもうね、日本は最初からもうねお金がない、うん、お金がない。当時ね最初の試算では5億円かかるだろうって目論んでたんですが、はいはいはい、実際にはもう17億円とか18億円かかってるんですが、手持ちのお金が1億円しかないと。あだからもういきなり借金しなければやっていけないので、これね、高橋是清に直ちに投影してもらって、はいはい、お金を借りに行ってくれと言ってるんですが、このヨーロッパでしたかね。そうですね、投影ですからね、高橋是清はね。ヨーロッパの人たちが金を日本みたいな小国で負けるに決まってる国に金出したのはやっぱりイギリスの圧倒。そうね、やっぱり、ね、日英同盟が大きい。 あとやっぱりね、うん、高橋是清をあちこちヨーロッパ回ってるんですが、はいはい、最初うまくいかない、はい、でうまくいかないのは、うん、日本がやっぱり勝てるわけないと思ってるからなので、そこで
一つにはね、日本は初戦で勝つこと、うんうん、もう絶対に初戦で負けちゃったらもう絶対貸してくれないので、勝ったよ、また勝ったよ、また勝ったよ、貸してって言うと貸してくれる人もいる。もう一つが、当時ヨーロッパはユダヤの迫害、ユダヤ人の迫害も多かったので、それでユダヤ人に接近した、ユダヤ人に接近してお金貸して、なるほど、あとユダヤ人が貸してくれます、なるほど、特にロシアはユダヤ人迫害やってたんですよね。ああそうか、なるほど。もう一人が、もう一人が金子健太郎ですね。あ、金子健太郎、この人は若い頃アメリカに留学していて、そのハーバード大学の時に、うん、セオドア・ルーズベルトと学友だったもんですから、もうね、戦争というのは始めるよりも終わらせる方が難しい、うんうん、どうやって終わらせるか、うん、だから開戦前から終わらせることを考えてないと必ず負けます、うん、だから日本はもう開戦前からどうやって終わらせるか、うん、日本がどんなに勝とうが、うん、ロシアがね、負けを認めるはずがない。そう、でも日本は必ず演奏を起こす、はい、途中でもう国力を使い出す、この勝って勝って勝ち続けて国力がなくなったちょうどのタイミングで誰かに仲介料を取ってもらえば、そこではその任を果たせるのはアメリカしかいない。なるほど、いうわけで金くん言ってくれ。あ、現実にも日本とロシアの仲介したのはアメリカでしたかね。そうです。あ、そうですね。そうなんですよ。だからこの金子にこう頼んでるんですよ、この伊藤がね。あ、僕ちょっと間違ってるんだけど、この前の大東亜戦争、大東亜戦争の時はね、まあもう1945年の春ぐらいにはもう爆弾は落ちてくるし、なかなか日本勝ち目ないと。でどっかに仲介してもらおうってんで、ロシアに間違ってたら先生、ロシアに頼んだのロシア裏切ったと。ソ連ですよね。あ、ソ連だね。ソ連が裏切って、日ソ中立条約があったにもかかわらず、あったにもかかわらずね、日ソ中立条約なんて結んでたんだけど全然聞かずに、ところがそれもね、全然聞かずでもなくて、スターリンは守ろうとしたんですよ。ところがチャーチルがやれと言って、まあ、それに屈したって感じで、最初はね、断ったら日ソ中立条約があるからって言ってたんだけど、チャーチルはどうしてもソ連に、ね、少しでも痛い目にやってほしかったもんだから、なるほど、破れ破れってね、なるほどね、押し切られた感じです。あ、だからこの太平洋戦争の致命的なところはどうやって終わらせるかを誰も、そうそう、その絵を描いてなかったっていうね、致命的です。日露戦争のいいところは終わらせることを考えていたってことですよね。まあそうですね、まあ、日本人の最近僕一生懸命言ってるんですけど、日本人の思考力っていうのはね、どん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 落ちてきまして、まあ、最近の政権交代でもほとんど政策が出てきませんからね。だからこれは何でも言う通り、正解を書かせる小学校から高等学校ぐらいまでの学校の教育によるんじゃないか。あと NHK があるからね、この2つがあるとなかなか言う通りの人間しか、ドイツがやってるとかそういうのじゃなくちゃ自分たちで考えませんからね、それがまあ明治の時にはまだあったんだけど、だん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 ダメになってきて、まあ、太平洋戦争っていうか、ね、大東亜戦争の時にはかなり弱ってましたからね、軍隊もね。まあいいですね、そういうことですね。まあ、それを言うと教育問題ね、寺子屋方式とね、ヨーロッパ教育方式のもう矛盾点、あれ喋るとまた長くなっちゃいますからね。今日やるとというわけで、この金子君言ってくれって言われたんですけど、この金子もね、閣下それは無理ですと、もう今アメリカはやっぱり白人同士でもう親露的ですと、私なんかが言ってね、たかが学友ごときで言ったって聞いてくれませんって言うんだけどね、お前が失敗したらもう我が国は滅亡だ、そう、お前が成功するしかない、行けって言ってね、もう無理やり行かせるんですよね。その点では伊藤博文も偉かったですよね。そう、日露戦争を開始する時にもいかにしても当然日本が負けるから、あらゆる手段を取ってみんなに言ってますよね、もうこれ負けたらお前こう滅びるぞ日本が。そう、まあ、明治天皇もそう思ってた。そうですね、明治天皇ももうこれで日本国2000年の歴史は終わるか、こういう感じでしたからね。だから本当にね、日本は戦争したくなかったんですけど、もうやらに滅ぼされちゃうので、やらざるを得ない、じゃあなんとか引き分けに持っていこうと、ちょうど引き分けのタイミングで仲介の労を取ってもらおうっていうね。だからもう戦争前からどうやって戦争を終わらせるかということを死に物狂いで考えてる、ここがね、いいとこですよね。なるほど。じゃあ次、はい、いよいよあれですね。だからいや、僕は
ちょっとこうお聞きの なってる方にね、僕は少しちゃちゃ入れたのは少し意図的なこともあって、まあ、神野先生のお話は非常にこういいのはですね、こう1、2、3じゃなくて周りがいっぱいあるわけですよ。それで今言ったようにビスマルク、日露戦争の話をするときにビスマルクから行くなんて人はほとんどありませんよ。もう人選上陸から行ってまだいい方でね。だから結局歴史が面白いかどうかっていうのは歴史の全体の流れとかそこでの翻弄される個人の運命の話とか今のウィルフレム2世の話とかそういうのは絡んでるから面白いんでね。単に年号を覚えるのも重要だけどね、なんかことわざみたいなの使って年号だけ生まれね、私先生がいつも言われているように関係づけて覚えないと人間の頭っていうのは覚えられませんからね。先生が勧められてるのは常に地図を見ながらやれと色塗れとか言ってますけどね。もう授業中なんかでもね、うん、君らは今までね教科書参考書に書いてあることを先生が板書したことを丸暗記して、そうそう丸暗記したことがねテストに出てそれを穴で埋めて高得点取って喜んでるけど そんなのは勉強じゃないよと、そう考えろと、そう今どういうね先生の説明聞いたらその状況を自分で想像してこの状況だったら自分はどうするだろうかと考える、そうこの考えてちょっと先ちょっと先のね動きを自分で推理する、 それを当てたり外れたりして一喜一憂しながら歴史を学ぶ、そうすると歴史は面白くてしょうがないし、そうやって推理することが人生にも役に立つと、そう今自分が人生で置かれた状況でどうすれば正解なのかということをね歴史の中で学ぶことができる、そうね。だから僕も歴史に行きたかったんですけど、なんか算数と物理ができたもんですから間違って理科系の方に行っちゃいましたけどね。まあこれからこれから直接日露戦争がいよいよ始まります、ちょうど適当な時間になりましたので、ここでまあ第1部の1をですね、終わりたいというふうに思います。次からまあ具体的な日露戦争の話に入りますので、そうですね、大いに期待してください。じゃあどうも先生ありがとうございました。ありがとうございました。